GoToRec, GoTo キャリアの窓口にお越しいただきありがとうございます。講師の長田邦彦と申します。よろしくお願いします。キャリアの窓口では、キャリア自立に関するテーマをシリーズ化していきます。キャリアの窓口に立ち寄れば、将来のキャリアの不安や迷いが吹き飛び、 自分のキャリアを自分で切り開いていけるようにサポートしていきたいと思っています。キャリアの窓口でぜひキャリア事例について学んでください。今回は第3回目の自分のキャリアと向かい合う基礎編についてご紹介をさせていただきます。 まずはじめに、キャリアとは何かと問われたら、皆さんは何とお答えになるでしょうか少し考えてみてください。キャリアという言葉は、多義性を持った言葉です。多義語とは、一つの言葉で複数の意を持つ語のことです。 では、はじめに、キャリアの語源から説明しましょう。キャリアの語源は、ラテン語で、馬車が通った後にできる、わだちのことです。わだちから、どんなことを連想しますでしょうか例えば、職歴、経歴、役職、地位。 専門的職業。例えば、キャリアウーマンとか、キャリア組という言葉があります。出世少子このように、職業という狭い範囲の定義になります。職業だけでなく、人生まで広げていくと、キャリアには、人生に送る役割、ライフロールがあります。 ライフロールとは、人生における各場面での自分の役割です。例えば、労働者である自分、家庭に帰れば、親である自分、あるいは、親の前では子供という自分、地域に広げれば、町内会の理事である自分、 などがあります。このように人生まで広げると講義になります。そこには空間的な広がり、時間的広がりがあります。キャリアは過酷へではなく未来系で見ていく視点が重要になります。 つまり、一体どこに向かうのかという問いかけをしていくことです。この答えを出すためには、自分は何者かという根源的な問いかけを避けて通ることができません。今回のテーマである、自分のキャリアと向かい合うということは、 自分は何者かという正解のない答えを問い続けることでもあります。正解がないので、生涯をかけて自分づくりをしていくわけです。これを私は自分探しではなく自分企画と呼んでいます。自分探しは 正解があって、それを探すということです。一方、自分企画は、自分の正解を作るということです。自分企画の方が、ワクワクしてきます。キャリアの定義をまとめてみると、キャリアとは、職業ではなく、自分は何者で、 どこに向かいたいのかを定めたものです。どことで言えば生き様です。これは今回のテーマである自分企画と言っても良いでしょう。このようにキャリアが多義性を持った言葉ですので、 キャリア理論もさまざまな切り口で構築されています。今回はキャリア理論を3つ紹介したいと思います。最後に GoToRec、g o t o キャリアの窓口ではアドラー心理学がベースにあります。アドラーのアドラー心理学の基本的な考え方である人間関係論、 目的論、認知論、全体論、主体論,論について簡潔に説明をします。そして、キャリア理論や、キャリア自立自分企画とどのように関連づけたかを説明していきます。以上の内容を 目次にして説明してまとめます。一番目はキャリアの定義です。ここでは講義で捉えています。二番目はキャリア理論です。三つご紹介いたします。一つ目はキャリアアンカー理論。二つ目は計画された偶然性の理論。三つ目はキャリア構築理論です。 3番目にアドラー心理学の基本的な考え方です。先ほど5つあると申し上げました。4番目にアドラー心理学とキャリア理論の関係についてご説明をいたします。最後にキャリア自立と今回のテーマである自分企画について、その方法についてご説明をいたします。 ぜひ一緒に自分企画をしましょう。多くの方のご参加をお待ちしております。ご清聴ありがとうございました。